ネーピア・ヘストン、レーサーネーピア・ヘストン・レーサーまたは、ヘストン5型、レーサー、ヘストン H5 と言われる機体は、世界速度記録を樹立するためにネーピア &3 社が計画し、ヘストン航空機が製造した1940年代の英国の低翼単容機である。このプライベートベンチャーは、ロバート・モーリスやナ・フィールド施設から資金援助を受けていた。ネイピア・ヘストン・レイサーは、 ネイピア三社のアーサー・ E ・ハグとヘストン航空機のジョージ・コーンウォールにより世界速度記録に挑戦するために設計された単発、低翼の型持ち式単容器であった。この機体は迅速な製造と極平滑な仕上げと流線型の美しい線を実現するためにほぼ全てが木製であった。胴体仮面のマルチダクトの空気取り入れ口と透明で、 背の低いアクリル樹脂製のキャノピーが備えられ、20層にも及ぶ手塗りのラッカー塗料が空力的な滑らかな仕上げに貢献していた。サンダースロー社は高圧で木材とレジンを多層に貼り付けたコンプレグネーテッドウッドで製造したシュゲタを供給した。ごく小さな薄型断面の対象系の主翼の翼型は高速飛行向けに設計されていた。 操打力を最小限にする観点から、すべての動力は特殊な歯車を介して緩やかに作動するようになっていた。昇降打の操作は、速度に応じて調整される可変リンケージの Q フィールシステムと呼ばれる装置を備えていた。この機体は、最高機密で、未テストの 2450HP の24、筒液例のネイピアセーバーエンジンを搭載するように設計されており、 特別に改造されたエンジンは 4000HP を発生することが可能になると思われていた。このエンジンはもともと英国航空省に提案され最優先のエンジン開発計画として承認されてはいたが、結局ネイピア・ヘストン・デーサーは公式には認可されず、ナフィールド施策の全面的な資金援助を受けたプライベートベンチャーとして進めなければならなかった。 速度記録の挑戦用の2機のうちの登録記号 G、アフォックの最初の1機は、ヘストン航空機の主任テストパイロットの GLG リッチモンド少佐の操縦で1940年6月12日に、ヘストン飛行場で初飛行を行った。離陸は平穏では済まず、離陸思想での高速滑走中に機体が大きく弾み、思いがけず、空中に舞い上がってしまった。 突然の離陸から回復を図るためにリッチモンドは、降着装置を出したまま試験飛行を実施したが、わずか5分間の対空をしただけで不適切な、昇降だ操作もあり、エンジンがオーバーヒートを起こした。リッチモンドは、コックピット直下にあるラジエーターから上がる蒸気で火傷を負い、急いで強行着陸を行おうとして、不注意にも飛行場上空約30フィートの高度で、 機体を失速させてしまった。機体は地面に強烈に叩きつけられたことにより、膠着装置は主翼を突き抜け、尾翼は破壊された。ネイピア &3 社は1938年に2機を発注したが、試作処方機が破壊された時点で2機目の機体、ジアフォールが80%完成していたにも、かかわらずネイピア・ヘストン計画は取り留めとなった。 ヘストニアクラフトブリティッシュシビルエアクラフトシンス1919 19ボリューム3脚中参考文献ありがとうございます。